前ら、おい、どこで会見してんだお前。おい、おい、おい、何をやんだ。あ、お前らの6月20日行くって言ってんじゃねえかよ。おい、おい、その代わりな、おい、WL もお前、中途半端に考えんな、お前。おい、おい、身を捨ててこそ浮かぶせ回りじゃ、お前。おい、天理さんに言っとけよ。おい、お前らもインディーと称するならば、それなりの試合持ってこいって。おい、おい、お前も東京ドームで電流爆弾入った人間じゃろうが。WR 6月20日どういう試合持ってくるか楽しみじゃの。お前らで何出てくって言っとるじゃろうが。おい、お前らで考えろ。どういう試合が客が入るか。おい、テニスさんとこに長島が来てるらしいの。ああ、自分はちょっと僕はすいません。スタン、スタン、スタン。あ？何しに来たんじゃ。人の庭に何しに来たんじゃ。おい、おい、天竜さんとこそこそ話しか。おい、長島さんよ、人の庭に来るときは挨拶ぐらいあるもんじゃろうが。挨拶ぐらいせえ。それが人間としての常識だろうが。邪道生還 5.13 大分淳プロレス自主興行後楽園ホール独特のムードに包まれました。今日も解説、元 FMW リングアナ山田俊博さんです。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。冒頭で大分のその言葉がありましたが、はい、誰でもファンなら知っている、あれは新日本の長島取締役企画部長の名前。そうですね。一体何が起きたのか、そしてこれ何の状況下のもとこの試合が行われようとしてるんですか。はい、そうですね、今頻繁に大分選手、はい、対新日本プロレス、活動してますが、はい、それプラス、今多団体時代と呼ばれて、うん、久しい時代ですね、はい、インディー団体と呼ばれる、時代に、何か問いかけを残そうとしてるんじゃないでしょうか、うん、はい。さあ、第1試合からご覧いただきながらその話も含めて、今日はそういえば FMW の懐かしい顔ぶれもこれ揃うんですよね。そうですね、特にこのレイ・パンディータ選手、はい、はい、本当初期の懐かしい顔ですね、はい、はい、相手は優作ということになりますが、はい、パンディータ選手もうかなり FMW の発足当時からという印象があるんですが。そうですね、はい、本当初期のメキシカン、でコミカルな動きでお客さんを楽しませてくれました、はい、そうですね、はい、さあそれではパンディータ対優作の試合をご覧いただきましょうか。山田さん、はい、それにしても大仁田は一体どういう方向に流れていくのか、この 5.13 段階では私とも皆目分かりませんでした。そうですね、まあプロレスとして、最終目標、はい、新日本プロレスの、長州力戦ですか、はい、はい、
にたどり着くまでは、何が何でもという意気込みで、何でもやってやろうという意気込みで、はい、今日のこの 5.13 の自主興行というのは一番大きな目的は何なんですか？そうですね、はい、まあ、なんですか、もう大仁田敦史個人の興行ですから、これで、まあ、世間に対する、アンチテーゼというか、はい、一人で打って出てるわけですからね、はい、さあ、それではパンディータとそして優作の一戦です。相変わらずのこの人を食ったようなパフォーマンスです。懐かしいですね。比較的温かいその空気に包まれました、あー懐かしいというファンとね、はい、これがまた新鮮に映るファンとが今すでに混在しているのかもしれません。はい、で対戦相手の優作選手、いい体してますね。そうですね、はい、褐色のその日に焼けた筋肉、さあ始まりました。見どころとしてはこの試合はどこを置けばいいんですか？そうですね、まあ、どうしてもパンディータ選手に、目が行ってしまいがちなんですが、この優作選手、DDT からの、出場なんですが、こちらの選手も、若くて、息がいいですからね、注目してもらいたいと思います。はい、パンディータがどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、そうですね、一方の優作のパワーサップはどうなるのか、首を取りました。これパンディータロープに振ります。もう一度一連の動きが速くなりました。やっぱりパワーでは優作選手ですね。ですね、黄色いコスチュームがこの優作です。一旦これリングの下になりました。さあパンディーター、こういったところが相変わらずなんですね。はい、懐かしいですね。あ、懐かしいですね。まあ、しかし山田さん、私どもね、FMW という存在がある意味ではなくなって、大仁田が外れていった、いやー、あのファンたちは一体今度誰についていけばいいのか戸惑いもあったかと思うんですがね。そうですね、まあ、ただ大仁田選手抜けまして、まあ、それぞれ違う道になってるわけですが、まあ、それぞれ、信じた道、行ってるわけですからね、それはそれでお互いに頑張ってもらえればと思います。山田さんはかつてその FMW のリングアナをして、そして今は大仁田と活動を共にしている。そうですね、はい、これは大仁田のどこの部分に惹かれてるんですか？やっぱり人間性ですか。はい、惹かれて、一緒についていこうと、はい、そして今大仁田プロレス、これ自主購入 5.13 の後楽園ホールです。こういったところは身の軽いところを見せています。はい、パンディータかつてはこれを見た時もどよめきましたが ね、今やもうねちょっと普通になりましたね。しかしパンディータ選手もこれだけのなんていうんですか、コスチューム、ありながらよく動きますね。これ相当に熱いらしいですね。そうですね、視界も悪いでしょうし、そうでしょう、あの普通のマスクマンと違いまして、ご覧のように着ぐるみですので、これ完全に動きが鈍るんですが、その鈍さというのを伝わってこないほどこれ警戒ですもんね。相当肉体にかかる負荷というのは大きいこのぬいぐるみです。はい、今日は何と言いましても大仁田天竜という大一番を控えてますからね、まずは空気作りムート作りということになりますが、そうですね、懐かしい顔をパンディータ、そして優作、カウントが入ります。入りましたね、グエノズ、はい、パンディータがご覧のように余裕で勝ったというふうには見えますが、改めてどんな印象を持ちました？やっぱりちょっとあの、パンディータ選手キャリア的にも、一枚上手かなと、はい、でも優作選手も頑張りましたね。はい、優作にしてみれば今首をかしげましたが、こんなんで決まっちゃないんだけどなという表情ではありますがね、まあ、テクニックでしょうね。パンディータと優作はご覧のようにパンディータが勝っています。8分36秒でありました。見事に、まあ、パンディータの勝利というふうにご紹介しましょう。むしろファンがこのパンディータの勇姿が見れただけでも嬉しいような、そうですね、そちらの方に楽しみを置きたい、そんな感じがいたします。まだ体力も有り余ってるようですね。はい、大仁田敦史自主購入後楽園です。さあ今度は空が船越、さらには吉田佐々木というタッグマッチになりますが、そうですね、はい、これも DDT からの、提供マッチということで、この
タッグの見どころは一体どういうところに置けばいいんですか？そうですね、はい、4選手、まあ、そんなに体は大きくないですが、はい、その分、飛んで跳ねて動きはそうですね、かなりいいと思いますので、はいはい、今テープが投げ込まれました。そうですね、クーガーです。この注目はアジアンクーガー選手ですね、ですね、はい、改めてこれ伺いますがね、はい、山田さん、クーガー船越組の特徴はどういうところですか？そうですね、はい、まあ、なんて言うんでしょうね、やっぱり、船越選手が、はい、飛びましたね、かき回して、うん、でクーガー選手締めるといった感じで、はい、持っていけたらいいとは思うんですけども、はい、そうですか、はい、一方の吉田佐々木組ですが、そうですね、ちょっとキャリア的に、はい、クーガー船越組より劣るとは思うんですけども、うん、その分、まあどういう枠差でね、動きもそんなには劣ってないと思いますから。そうですか、はい、場内を大いに盛り上げます。大仁田篤の自主興行、2150人という観衆の発表がありました。東京の後楽園ホールです。本当入りましたよね。そうですね、一体今日は何が起きるのか。試合前の大仁田のパフォーマンスを見た限りでは本当に何か独特のムードに包まれましたけど ね、一体何が起こるんだろうかというね、期待感ありますね。ありますね。思えばあの辺りからいわゆる新日に絶縁かというような話題が随分スポーツ史上これにぎわしましたよね、はいはい、まあ、今でも忘れられない大仁田のその言葉、冒頭にもありました、俺の庭に来る限りは俺に挨拶があって当然だろう、人をコケにするのもいい加減にしろというような発言がありました、はい、当然でしょうね、ですね、はい、さあ試合の方に戻りましょう。タッグの妙味というのはシングルと違ってこのコンビネーションにあるかと思うんですがね。コンビネーションですね、はい、まあ、そういった意味でもクーガー選手、はい、船越選手の方が立ち枠いいですね、はい、この人ファントム船越、はい、もうファントムというのはあまり言われないんですか、はい、船越という名前でも通りがいいわけですね。そうですね、はい、この人はバックドロップうまかったですけどね。まあですね、基本がしっかりしてますね。本当ですね、はい、一つのバックドロップを見ても随分人によって違うなというのがありますがね、裏に返します。力が入りました。まあそうですね、この4選手、はい、知名度、名前はそこ、あんまり知られてないかもしれないですが、はい、基本がしっかりしてますんでね、これから本当に楽しみな4選手ですね、はいはい、釣り天井です。かなり筋肉がきしています。これは腹筋、力が入るところ。佐々木というのはどういう選手ですか？佐々木選手、そうですね、DDT の中でも、まあ、一番若い選手ですか、うん、はい、まだ、20歳、21歳ぐらいだと思いますが。そうですよ、確かね、本当、気迫だけで今は言ってるような感じがしますけども。そうですね、裏に返しました。クーガー、さあ手腰を落とします。十分な体勢ではありません、今ちょうど10分経過という場内アナウンス。そしてもう一度船越、絞り上げました。いいですね、フロントスープレックスね、もう一回という、かなりバリエーションを見せています。まだ大丈夫、盛んに佐々木という声が飛んでいます、はい、さあクーガーと船越トゥーブラトンです。
佐々木選手マスクがいいですからね、はい、うん、女性ファンかなりいらっしゃるようで、はい、これは効いた、首すごいですね、これは効いた、大丈夫でしょうか佐々木選手は。ちょうどあのレスラーは当然のことながら首も鍛えてるんですが、ああいう折れ方はこれ鍛えようがないですよ ね、 ちょうどあのリングの角のあたりに首が入ります、はい、そしてそれをまるで逆さに折るような格好できます、はい、これは心配されましたが大丈夫、一難去った、今度はハイキック、お見舞いされたのはクーガ、うーん、いいですね、いいですね、しかし逆襲です、船越がここサポート、ちょっと足元くらついていますか、ね、ちょっとスタミナの面で心配ですかね、はい、はい、そして先ほどもちょっと倒れ方が嫌でしたもんね、折れ方がね、ちょっと危なかったですね、さあ佐々木が捕まっています、そして今クーガーです、あーっと椅子を中に取り上げて、さあクーガーこの椅子をどう使いますか、渡してキック、これはどういう意味合いがあるんですか、うん、ですね、防御できないという、できないですね、今のは、はい、椅子を取ったことによって両腕がそこで支配されている、はい、その間にドロップキック入りました、今度は船越、船越クーガーのこの絶妙のコンビネーションの前にこれ吉田佐々木組非常に厳しくなりました、ね、お得意のちょっと長く捕まりすぎですね、はい、佐々木選手バックドロップが決まっています、後ろから久しぶりにこれ吉田でありますが、佐々木のダメージがちょっと大きいようですね、そうですね、なんとか早いところ吉田選手にタッチしないと、はい、はい、さあ佐々木捕まったまま今度はどうする、船越ちょうどいい距離になりました、間合いを外したいところだが船越来た、ミサイルキックやや低めにあえて胸板に合わせましたか、今度はどうする、もう一度佐々木が起き上がろうというところ、トップロープになりました佐々木、今度は大丈夫、反撃に転じます、さあこれはなだれ式でいきますか、ようやく打開策見つかりました、カウント2、タッチしてほしいですね、はい、そろそろこれどうでしょうか、まあ頑張っている佐々木なんですが ねタッグとしての妙味がちょっと少ないですよね、そうですね、今度バックを取りました、意地でも今度はいいところを見せたい、このまま自分たちのコーナーに持っていけるかどうか、ホールの体勢です、カウンター2です、ようやくここで変わりました、吉田が入ります、さてこの吉田という選手は大きな特徴どういうところにあるんですか、そうですね、はい、まあコスチュームにも現れていますが、はい、野性味あふれるファイトですね、滞空時間も非常に長い、あ今拍手が起こりました、これ力がないとできませんですね、そしてバランス感覚ね、はい、体はさほど大きくはないんですが力がありますこの吉田、はい、後ろからクーが来ました、さあもう一度狙いますか、おっと今度は逆襲、船越です、ちょうど後ろにファンとも船越のその横断幕などもありましたが、やはりファンは多いんですね、そうですね、船越捕まっています、トップロープ今度は吉田、いやこれ強烈です、いいアングルで入りました、カウント2、クーガー出てきました、ようやくタッチワークが良くなってきたんじゃないですか、そうですね、佐々木トップロープ、やっとバランス崩れましたが大丈夫、かえってこれが相手にとっては嫌か、あのよく言われることなんですが、ええ、技が綺麗に入った時にはさほどダメージがないんですが、そうですね、ちょっとタイミングがずれますとね、はい、大変何か計算のしにくいダメージがあると聞きます、船越はちょっと厳しくなりましたね、ちょっとそうですね、はい、今クーガのサポーターが入りましたが、まあただ吉田佐々木組チャンスではありますね、この時間ね、はい、逆に取って今度船越、佐々木への声援が飛びます、これはうまい、カウント 2.5 ぐらいでしょうか、しかしこうやって言いましても後楽園ホールが本当に熱気で包まれているのがよくわかります、よく入りましたね、本当第一試合から盛り上がってましたね、はい、
まあ、数多く今日のカードは見どころがあるわけなんですが、はい、今お伝えしているのは空が船越、そして吉田佐々木組、はい、この後のカードにもかつての FMW で懐かしい顔ぶれが揃いますんで ね、 まあ、それにしましてもこれ山田さん、はい、まあ、大仁田さんも言っておりましたがね、インディーはこれから決まりましたね、どういう方向性でいくのかってのはこれね、そうですね、一戦一戦でちょっと見ていきたいですよね、船越クーガー組が勝っています。16分ということでありますが、まあ、正確には16分32秒でありますが、クーガーが佐々木を仕留めています。やっぱりクーガー選手うまかったですね、はい、さあ今両手が上がりました。改めて勝ち名乗りです。さあ今度は打って変わって、はい、まあ女性一戦ということになりますかね、まあ、女性とはいえ、私の天敵でありますね。本当だ本当だ山田さん、いや本当ですね。土屋選手はですね、はい、最近なんとひげを生やしたそうで、はい、おー、まあ、画面ではちょっと分かりづらいですが、はい、アップで映りますかね、土屋前止まりとい うわ、しかし風格がありますよ ね、 ありますね。今日の解説は元 FMW リングアナ山田敏弘さんでありますが、まさに天敵でありましたね、はい、とても女性とは思えませんが、もう絶対に思えませんね愛らしく見えますね。はい、そうですね、田村中村組ということになりますか、はい、個人的にも頑張ってもらいたいですね。本当ですね。さて今日のこの戦い、女の戦い見どころは、はい、まあ、女の戦いと言えるかどうか分かりませんが、はいはい、なんとか、田村中村亮選手、うん、新日本女子プロレス、はい、なんとか土屋前止まりの牙城を崩してほしいと思いますね、もういきなりです。始まった途端にもうすでにこのようになっている。まだリング上ですが、ま、リング下になりました、今ゴングになりましたね、はい、今始まりました、正式に始まっています。それにしましてもこれは狙っていました、土屋前止まり、ね、はい、まずは奇襲戦法、ペースを握るってのはこれ重要なことなんでしょう。そうですね、ましてや土屋前止まり、何かが起きるとは思っていましたが、もうのっけから場外戦で、のっけからですね、土屋前止まりに関しては、まあ、しかし比較的ブーイングよりも声援が多かったというふうに聞きましたよね。多かったですね、やはりなんていうんですか、昔の FMW のファンが、はいはいはい、数多く集まって、来られているとは思いますんで、ですよね、はい、大仁田自主工業にもこの土屋前止まりコンビがやってまいりました。ヒゲが確認できますかね、ちょっと見たいところですがね、当然そのヒゲって本物のヒゲじゃないでしょ。本物ですね。本物ですか。本物です。私もびっくりしました本当に。それは産毛程度ではなくて、かなり明確にヒゲと分かる。そうですね、1センチぐらいの。いやそれはもう完全に男ですね。男ですね。男に進化したというふうにご紹介しましょうか、はあ、そうですか。土屋と前止まり、一方の前止まりの近況は、前止まり選手、はいはい、相変わらず、はい、あの男ぶりを発揮して、男ぶりをね、はい、怖い2人ですよね、相手にしたくないところですが ね、 すね、あれじゃないですか、あのリングアナの当時も嫌だったでしょ、かなりいろいろやられてましたね。本当ですよね、はい、いや私たちは旗で見ていて、あやってるやってるって感じでしたけど当の本人にしてみればね、たまらないですね、とんでもない話でね。ただ実力的にもやはり土屋前止まりってのはこれ相当なもんでしょ。そうですね、うん、男性の以上ですよね、もうすでに椅子ですよ。どうしますかね、これただに殴打できますか、かなりこれ加減ないでしょ、手加減ないですね。本当にこれパイプ椅子の一番痛いところで来ていますからね、土屋相手は今日は田村中村ということになりますが、はい、田村中村に関しては近況はどうなってるんですか。そうですね、今あの新日本女子プロレスで、はい、売り出し中の、はい、若手2人ということで、はいはい、まだキャリアにして、1年2年行ってないぐらいですか、うん、はい、なんですが、こちらの、田村選手ですか、はい、身長もありまして、なかなかプロレス、うん、できるということですね。そうですよね、はい、人気もありますその田村、ましてや大一番に強いというそういったイメージがあるんですが、あーっと土屋がもうやりたい方だ。いやただ普段、田村中村両選手、こういった戦いに慣れてないでしょうからね。でしょうね、私もそのあたりが心配なんですわ、
単にこれはもう力比べというのではなくて、こういったダーティーな部分も含めての試合運び ね、はい、さあようやく田村中村が少しずつこれエンジン全開でいきますか。しかしあのこのコスチューム も田村中村悪くないですね、なかなかセクシーで評判いいですね。いいですねこれもね、アーミースタイルではあるんですが、なんと言いますかちょっとおへその部分が出ておりまして ね、これはなかなかいいですね。私も個人的に大変これ好きなコスチュームなんですがね、皆さん釘付けですね。女性の場合には女子プロレスと大にしてあの振り付けという華やかな ね、振り振りがついている場合が多いんですが、このアーミー系もいいですね。なんとも際どいコスチュームで、はい、さあどうだ、前止まりが捕まっている、土屋前止まり組に余裕ですね。余裕なんですよ、でこれリングの中に4人いるんですが、これどうなんですか、ジャッジメントとしてはこれ試合続行でこのままでいいんですね。そうです、はーはーはー、なるほどね、そうするとなんとかこの2人で1人を殺法していくというやり方がいいような気がするんですが ね、なんとか分断していかないと思います ね、この寸断戦法ね、ようやく捕まえました。今の前止まりが捕まっている格好ではありますが、あーっと味方同士になりましたか、ちょっと流血がひどいですね。これはかなりの流血を見てますよね、はい、大丈夫ですか、あかなり額が割れてるようですがね、こちら中村選手ですね、中村でしょう、もう顔の表情が読めませんね、これいやよく私どもあのトマトを割れたようにとかね、よくこの血染めだとはいうふうに言うんですが、表情が見えませんでしょう、これ本当ですね、ちょっと危険ですね、ちょっと心配ですね。まあかつての元 FMW 系の人ならばこの程度の流血ならさほどびっくりはしないんですが、この両者の流血ね、ひどいですね。山田さんそうですか、ね、ひどいですか、あやはりそうでしょうね。でこういった試合ぶりに田村中村はさほど慣れてないんですよね。慣れてないでしょうね、いやこれは厳しくなりました。今捕まっているのはこれ中村でありますが、どうでしょうか、田村はこれ手助けに入りますが、2人ともダメージがあるようですよ。そうです ね、逆に土屋前止まりなんかいいようにいたぶっているという感じが見受けられます ね、はい、ですね。カウント入りそうですか、2だ、ギリギリ、いやしかし懸命にこれようやくよく頑張ってますね。頑張ったもののダメージはこれ回復しそうもないですね、これは試合はもう勝敗は時間の問題、あとはどのくらい殴り殺すかというところでしょう。かなり厳しくなりました。いやしかし頑張ります頑張ります。田村中村組のこの根性は買いますが、そうですね、ちょっと危険です、ちょっと危険です。土屋と前止まりのいいように戦うこの戦いぶり、まあ、どうですか、カウントが3つ入りました。余裕でしょう、これ余裕でしょう。前止まりが最後は中村を仕留めましたが、まあ土屋にしても前止まりにしてもこんなもんじゃねえんだぜっていうところでしょう。あるでしょうね、はい、この辺で勘弁してやるかというこの余裕の表情とね、まあしかし憎たらしいですね、ヒールとしては最高じゃないですか。そうでしょうね、いや前止まりのこの表情、まあリングの中に残されました田村と中村なんですが、これは完敗というふうに言っていいんですね。まあただよく2人とも頑張りましたね、これだけの大流血しながら、はいはい、試合の方は終わっていますが、ご覧のようにまあなんとも憎らしいんですが、土屋前止まり組が余裕でこれ勝ったということですね。今映りましたね本当ですね、ヒゲを生やしてきました。さあまたガゼンムードは変わりますが、はい、ルーサー、ハニバルと上田と高本ということになりますが ね、高木選手ですね、はい、これは一体どういうコンビになるわけですか。ルーサー、ハニバル選手、これも本当 FMW の初期の、あれですね、はい、怪奇派の本当、先駆者、はい、怪奇派コンビですね、はいはい、一方の上田、高木組は、はい、高木選手は、はい、こちら、DDT の、エースですね、うん、はい、今一番売り出し中の、そうですよね、はい、で上田選手、はい、も FMW の初期の人なんですが、上田勝司さん、そうでしたよね、キックボクサーですね、そうだそうだそうだ、ただ上田選手54歳ですか、いやあの筋肉ですね、この体ですからね、いかにこの通常の訓練が厳しいものであり、鍛錬が素晴らしいものであるか、大したもんですね、大したもんですね、いや懐かしい顔が帰ってきました、はい、上田そして高木に対してルーサーとハニバル組はまだ姿を見せません。
しかしこれは形としてはどういうタッグマッチになるわけですか。まあはい、なんですかね、もう本当初期の FMW らしく、はい、異種格闘技タッグマッチとはなっておりますが、本当はちゃめちゃになってしまいそうな予感が。何でもありというね。何でもありでしょうね。FMW を思い出します。そういえば山田さん、はい、何が楽しいったって FMW こそあの当時何でもありの、そうですね、最有力でしたよね。はい、本当に何が飛び出すかわからない、そんなムードがありました。まさにこの試合のような、はいはい、さあ大仁田敦史プロレス自主興行、今度お伝えするこの試合こそ一体何が起こるのか。上田隆文に対してルーサーハニバル姿を見せました。いやー、怪奇ムードが漂いますが、もうすでに場内のお客さんとして見ると何かテンションが上がって、これ楽しみなんですよね。まあ逃げ回ってはいるんですが、お客さん楽しんでますね。いわゆるリングとリング下の一体感とでも申しましょうか。いやー、すでに荒れまくっています。ルーサーハニバルは1年目から出てましたか。2年目ぐらいか。そうですか、はい、はあはあ、さてまだ試合が始まろうとしません。と言いますのも当然のことながらこのリングに向かおうとしてないんです。ようやく来ました。ようやく来ました。怪奇な音楽に乗りまして、そのルーサーとハニバルが来ました。相変わらずのムードですね。ちょっとルーサーについて触れていただけますか。はい、はい、ルーサーはですね、はい、まあ、ルーサーというか、ルーサーハニバルと、はい、カナダの、CWF、はい、カナダ、レスリングフェデレーションという団体の出身なんですが、はい、まあ、向こうのキャラクターそのまんまに、うん、こちら日本でもやっておりますので、はい、まあ、ルーサーはやっぱり実力者ですからね。はい、はい、各タイトルも総なめにしましたしですね、はい、いやー、しかし本当にこの上田選手に頭が下がりますね。なんかワクワクしますね。本当ですね、よく鍛え上げています。ハニバルのコールであります。そしてルーサーです。なんとも得体の知れないムードがありますね、これ。さて、しかし戦いの方なんですがね、山田さん、はい、一体どういう形式が成り立つんですか、これは。こればっかりはね、私もちょっとどうなるかっていうのがちょっと読めませんね。なんせもうルーサーハニバルが対戦相手、はい、そっちのけでファンに行っちゃってますからね。そうなんですよ、一体どういう流れになるんでしょうか、これ。まあ、私なんかはこの上田選手のちょっと動きなんかもね、はい、見たいところですがね。かつて世界マーシャルアーツジュニアヘビー級大いに活躍をしたものでありますが、はい、これね、いい蹴り入りますね。いい蹴りでしょ。ふくらはぎの筋肉などを見ておりましてもね、衰えてないんですよ。半端じゃないですよ、この鍛え方は。あの打撃音というのはこれ場内に響くんですが、異常に痛い音がしますよ ね、 ね、ビシャッという何とも言えないこの皮膚感覚でくるんですが、鋭いですよね。ただどうなんですか、こうやって掴まれてしまうとどうしようもないでしょう。やっぱりそうですね、グローブして手は不利でしょうね。ですよね、掴まれて倒されてっていうのは。これ上田はどういきますかね、これ。やっぱり上田選手、得意のパンチキックで、はいはい、攻略するしかないでしょうね。このキックでどういう風に間合いを取っていきますか、はい、掴まれてはダメ。まあ、ただルーサーハニバルのこの上田選手の、はい、蹴りですか、相当警戒はしているようですよ、はい、なるほどね。さてもう一方のこの高木なんですがね、はい、高木の特徴はどういうところですか。こちらも先ほどご紹介しました通り、今 DDT の、はい、一押し一押し、はい、本当に息がいいですね、うん、はい、女性ファンも数多くいるようですし、はいはい、スター性を感じますね。リングの下になりました。いやー、もうすでにご覧のようにパイプ椅子が散乱していますが、なんとも何かこう得体の知れない試合になりました、
お客さんもこれ勝敗が見たいわけじゃないんです、ね、実はもろもろ含めてこういうのが見たいわけなんですが、であとリングの中では今度逆に上田、いや上田選手強いですね、強いですね、これカウント入ってますね、やっぱり異種格闘技、はい、これはキックボクシングルールで、はい、ノックアウトルールを採用してますからね、はい、10カウントでノックアウトですね、はいはい、リングの下に今逃れました、はいはい、ピンポールギブアップもありますね、はい、そうですか、はい、一旦中に入れまして、さあどうしますか、今度高木になります、非常に読みにくい試合となりました、ラリアット決まっています、上背では劣っておりますが、高木今売り出し中という話はご紹介した通り、何か場内がまだ騒然としていますですね、まあハニバル・ルーサーとにかく実力者です、パフォーマンスを見せながら、はい、今日のこの試合臨んでいるかと思いますが、これはどういう意味があるんですか、これは何でしょうか、口塞ぎかですね、ですね、高木選手も考えてましたね、考えてますね、はまあ、普段はこういったことをしない選手だと思うんですが、まあ、相手がルーサーハニバルということで、はいはい、目には目をと、正攻法では、はいはい、こちらもこういう手もあるんだぜと見せたところでありますが、高木カウントが2です、さてカウントがあります、いやあとこれは何でしょうか、カウンター攻撃ですね、はい、これもまあ技じゃないですが、ハニバルの18番です、参りました、目に入ったかどうか、完全に視界塞がれましたね、でしょうね、かなり厳しくなりました、カウント入ります、えーと2、目に入ってるようですよ、うわー、これはもう完全に目つぶし、目がつぶれた格好になりまして、高井がピンチ、たまらず上田が飛び出してきましたが、これは見えない、見えない状況が続く、今のは防御の取りようがないでしょう、ないですね、これは来ました、おそらく見えてないと思いますよ、はい、後ろ蹴りはハイキック、まあもろに顔面に入ったような格好になりましたが、ね、絶対に目は見えてないはず、これは大変なことになりました、いやピンチですね、高木選手も何が何だか分からない状況だと思いますよ、ね、まあ、かろうじて今目を開けている状況ではありますが、おそらく視界ゼロでしょう、決まりましたね、あっという間に決めましたルーサー、しかしそれにしましても、まあ高木にしてみれば目に入ったあれは見えませんわね、これは高木選手にしては納得いかないでしょうね、まあ、上田のそういった戦いぶりも見たかったんですが、はい、もうすでに試合は決着、まあ、ルーサーハニバルの上等手段ですね、はい、はい、まあしかし懐かしのこの2人を見ただけでも価値があるかなという気はいたしますがね、はい、また徘徊してますね、場内がまだ騒然としています、試合の方は終わりました、ルーサーハニバル組が見事勝っています、どうもいけませんでした上田高木組、勝敗の方はすでにこちらルーサーハニバル組が勝っています、一言今日の印象なんですか、この試合は、印象でも、はい、とにもかくも、はちゃめちゃで楽しかったですね、はい、またはちゃめちゃぶりが戻ってきた感じがしますよ、まあ、そうですね、まあ、高木選手納得いってないでしょうけど、なんとかリベンジ果たしてほしいですね、ですね、おその高木です、何かまだ騒然としています、マイクパフォーマンスが続きます、パートナーを連れてくると言ってますね、はい、さあ、はい、吉田選手ですね、一体何が起ころうとしてるんですか、まあ、新しいパートナー連れてくると、はい、
今吉田選手が上がってますんで、はい、まあ、おそらく吉田選手のことだと思うんですが。そして吉田は一体何を手にしてるんですか。これは缶ビールですね。缶ビールですね。さあ、手しぶきが出ますか。まあ、プロレスでは負けてないと言いたいんでしょうね、はい、それにしましても何でもありのハチャメチャが戻ってきました、はい、さてリングの中でありますが、はい、山田さん後ほどじっくり伺いますがね、はい、これは何ですか。メインイベントで行われます、はいはい、有刺鉄線デスマッチの準備ですね。ですね、はい、今有刺鉄線が巻かれようとしています。果たしてどんな戦いになるのか、試合前に私とも天竜選手に話を聞いております。まずはこちらからお送りしましょう。いや、俺の気持ちの中ではやっぱりチャドプロレスっていうのは本当は淳の代名詞みたいですね。本当にできることができないわけがない、俺にできないことがないっていう、気持ちが常にあったからね。有刺鉄線この間来た時に一回見た時に、まあ、大変だと思ったよ確かにね、すごいことやってるなと思ったけど、まあ自分でやってみないことには何とも言えないからね、でまあそれで多分俺らが今日の、ね、マッチメイクしたんだと思うけどさ、もう今日になっちゃったら別にやるしかないと思ってるしね。まあそのいろいろ考える暇も何もなかったよ正直なところね。まあ、終わった後でどうでしたって言われたらいろんなこと言うかもしれないけどさ、やる前は何も変わらないいつもと。俺は逆に言えば天竜ババアの方がなんていうかな、お客は見ててもっと簡単だと思うよ、分かりやすくて。有刺鉄線っていうのはね、多分俺が考えるには刺さって痛いだけだからさ、その方が大変だと思うよ。俺は今日の方が大変だと思ってるよ。まあ俺は電流バーカーも経験して言うわけだけどね、まあ有刺鉄線に上がるのも電流バーカーをやるのも、それと新日本に上がるのも全部俺が背負い込んだ人生だからさ、俺はがっちりきっちりと自分でけじめをつけたと思ってるよ。そうだね。一言どういう感想。そうですね、はい、天竜選手、はい、邪道の懐に入り込んで、はい、ミスタープロレスたるゆえんですね。そうですね、はい、一体どんな戦いを見せてくれますか。さて大仁田敦史、一体今どんな心境なのか、マイクを向けてみました。こんなことを語ってくれています。天竜さん、有刺鉄線を舐めたらあかんぜ。俺らは有刺鉄線の中でもがきながら7年も8年もやっとったんじゃ。天竜さんが本気かどうかだ。天竜さんが本気かどうかだ。本当に邪道というリングを制圧する気持ちがあるのかどうかじゃ。おい、世の中とはな、なあ、否定するの多いに結構だけどな、世の中生き方十人十色よ。ただな、おい、天竜源一郎の生き方は生き方だけど、鬼田淳の生き方は鬼田淳の生き方じゃ。何があるからやるのか、そこにお金が埋まってるからやるのか、俺は好きだからやってる。生まれることも死んだり、生まれなくても死んだり、じゃなかったら新日本と戦う。
悲しくなってくるほどプロレスファンというものは優しい。ということは俺たちは何をやらなきゃいけないか。リング上からなメッセージを送らなあかんのよ。メッセージを送らなあかんのよ。それが俺たちの。お前たちの義務じゃ。プロレスファンはな、プロレスファンはな、時には俺に涙を流させるほど。おい、プロレスファンをバカにすんなよ。おい、涙が出るほどプロレスファンは優しいんだよ。忘れんな。だから真実を伝えろ。それがお前の義務じゃ。さて、はい、今の大分のその言葉の意味というのを山田さん流に教えていただきたいんですが。そうですね、もうプロレスだけに、こだわらず、はい、もう全てですよね、はい、人の生き方、人生ですね、はい、全てに訴えかけてますよね、はい、真実を伝えろという言葉がありましたが、はい、あの意味合いの底には何があるんですか。うん、やっぱりそれが鬼田選手の、本音というか、はい、真実だと思いますんで、そうですか、はい、全てをさらけ出して伝えてほしいという意味だと思いますね、はいはい、そして俺たちはリングからメッセージを発する、はいはい、さあ選手が入場いたします。おなじみのメロディーに自然に拍手が起こります、はい、この通路からカメラをすでに入れまして、タバコを加えた大仁田を捉えました。はい、おなじみの今、はい、ポーズですね。今日の一戦は無制限の一本勝負、ノーロープ有刺鉄線ストリートファイト6人タッグ。大仁田は奥村麻子と組んでのタッグです。いやー、しかし、この観衆の興奮、熱狂、はい、入場の時からすでにこのテンションで上がっている、はい、大仁田自ら語っていました。プロレスファンというのはとにかくありがたいんじゃと、身に染みて、思っているんじゃないでしょうか。ですね、もみくちゃにされながら、はい、なかなかこれリングまで到達しません、そしてご覧のように一丸となっての入場。新日本のリング上がるときには考えられないことですね、はい、いや本当ですね、はい、この歓迎ぶりは、はい、俺の庭じゃといった言葉が何か改めて今思い出されますね、はい、まさに自分の庭に来ました。大仁田邪道生還、さあ今度は場内が一転します。一旦暗転、そして今迎え撃つ天竜、中巻、そして矢口。さあ山田さん、はい、天竜がこれ有刺鉄線ストリートファイトに臨むようになりました。そうですね、この持つ意味合いは、はい、天竜選手一度大仁田選手と、はい、川崎球場で、はい、電流爆破デスマッチも経験しておりますし、はい、も
ちろんこの有刺鉄線に関しては天竜なりの研究ってのはあったかと思うんですかね。そうですね、なんか秘策考えてるかもしれませんね。はい、コメントの中にはある程度こういったものが把握できたという意味合いがずいぶん伝わってきました。ありましたね、はい、したがってこれ自信を持って臨んでると見ていいんですね。そうですね、まあ、天竜選手をサイドから固める、はい、中巻選手、はい、矢口選手、はい、これはもうデスマッチのアスリートですから、はいはい、いわゆるスペシャリストですよね、はい、さあ場内のテンションが最高潮に達します。まずは矢口、お手の物か、この舞台は中巻。そして天竜、朝子のコールです。そしてオクラ、選手気合入りまくりですね。いや試合前からすごい緊張感に包まれていた、はい、織田がそれをまずは破りました、はい、織田がコールされると同時にすぐに天竜に向かっていきました、はい、織田はもうこれで行こうと決めていたんですね。でしょうね、はい、目標は天竜一つ、したがって織田のコールが終わると同時にこの邪道の背中がまっしぐら天竜に向かっていきました。しかし天竜もそれを受けて立っています。さあもうすでに試合は始まっています。やった。改めて伺いますが、はい、山田さん、この有刺鉄線なんですがね、はい、一体どういう危険性をはらんでるんですか。いやこれはもうですね、私もまあ何て言うんですか、触ったことはないんですけれども、はい、本当あれですよね、よく巷にあるような、はい、立ち入り禁止区域のあるものと一緒なんで、本当刺さって、言いたいと思うんですよね。当然ですよね、触れただけで痛いですからね、はいはい、今お話のように獣すら入ってはいけないという立ち入り禁止区域に、ね、立ち入り禁止区域にこれを張り巡らせるわけですが、はい、ましてやこの中に閉じ込めた、はい、いつものようにロープと思ってこれ突き刺さりますと大変なことになる。大変なことになりますね。そしてもがけばもがくほどちょうどなんて言いますか、はい、雲の糸に匹敵するような ね絡まり状態になるわけだ、はい、危ない。大仁田はこの辺りはよく知っています、よく知っています。天竜もそれ誘い出される格好でリングの下になりました。もうすでに始まっている。天竜にしかし戸惑いはないようです。ないようですね、ないようですね、はい、さあ今リングの下になりました。ここは大仁田自分の庭と豪語していたその邪道の背中、天竜を捕まえている。この時のコンディションなんですが、大仁田はどうだったんですか。そうですね、試合に向けて、はい、トレーニングも行っておりましたんで、はい、はい、万全だと思います。まあ、私どもが一番心配したのはつまり大仁田のコンディション面でね、この人が一体ベストの状況のどこまで戻っているのか。問題ないと思いますね。そうですか、はい、さあリングの中、しかし視線はどこにあっていいやら観客も戸惑います、はい、と言いますのはいわゆるその対象同士の対戦がリングの外なんです、今ね、一体中ではどういう状況か、そして今外ではどういう状況なのか、むしろ注目はやっぱりここに集まっているようです。そうですね、はい、まあ、まさに何でもあり、はいはい、何が飛び出すかわからないものですね。そして山田さん、はい、今回報道陣の数が異様に多いですね。多かったですね、はい、キャメラマンのその見せるカメラの数、かなり今リング下に配備されています。やられたのは奥村、これは奥村聞きました。奥村もかつては挑発でしたがね。そうですね、はい、今はさっぱりとしまして、ご覧のような戦い方になっています。そして今度は大仁田、さて改めて伺うようなんですが、はい、いやこれはすごいですね、すごいですね。いやー朝子がこれ天竜に突っかかりましたよ、はい、あー大変なことになりました。これ朝子選手もやりますね、やりますね、はい、さあ今度は大仁田が天竜一旦救うような格好で、いや救ったんじゃない、救ったんじゃない、俺がやると自分から言ったんだ。
これリングの下でしょ、マット引いてないですね。マットないでしょ。ダメージは今ダイレクトに床から天竜の脳天に。よくあの見せる、つまりリングの中のパイルドライバーとは全くこれダメージが違うわけでしょ、大変なことになりました。聞いたと思いますね、天竜がちょっとダメージがあります。カメラマンのカメラも揺れてまいります。これ本当に一体大仁田はどんな気持ちで天竜を迎え撃ってるのか。まあなんて言うんでしょうね、今こうして敵対はしておりますが、お互いあの新日本プロレスに、単身乗り込んでる者同士として、通じるものはあると思います。あるんでしょう、やっぱり、そうですよね、そして大仁田はあの天竜に関しては天竜さん天竜さんと一貫してこの3をつけている、いわゆるそこに敬意を表しているのがよく伝わってくるんですが、そうですね、認めるところは十分認めてると思いますね、カメラの方はもうリングの中なのか外なのか分かりません。いずれにしましても交互に捉えているとご紹介しましょうか。リングの中では仲巻でありますが、むしろ注目はリングの外、大仁田と天竜は一体どういう状況にあるのか。確認ができました、あの背中大仁田です。しかし天竜が確認できません。さあ仲巻が今捉えているのはどうやら浅くでありますが、これは大変な状況になりました。しかし中巻という選手もタフですよね、満身創痍でありながらこのスタイルをこれ一貫して続けてるわけでしょ、大したもんですね。ある意味ではこれ大変なもんですね、そして矢口選手もちょっと流血ひどくなってきましたね、大仁田が一旦外に出されました。矢口と大仁田ということになりますか。天竜が浅くを捉えました。うわー、あの椅子が吹き飛ぶあの迫力すごいですね、すごいですね。天竜が怒りましたね。今度は逆襲、そして今大仁田が捕まっています。さて大変なことになりました。中巻が大仁田をいたぶる中で、そして今リングの外ではその大仁田はちょっと厳しくなりました。天竜のパンチを食いました。うわー、今のは矢口の表情であります。矢口がどうやら今血だらけになりながら、中巻と大仁田とこの一団に加わってまいりました。山田さん、何でもありの最高潮、これが最も究極の何でもあり。そうですね、本当何が起こるかわからないですね、奥村が天竜を捉えます。まるで天竜スタイルを継承するようなパンチの打ち方、ギロチンドロップを今井する。リングの中にはもうパイプ椅子がご覧のように散在しています。そしてよく見ると有刺ロープの方も途切れ途切れに今もうすでに乱れてますね。これね、そうですね、ところどころ切れてますね、背中血だらけ、邪道の文字にちょうど血が染まっていきます。中巻とそして矢口と天竜組がやや優位というふうにお伝えしましょう。椅子を大量に入れ込んできましたね、えげつないキックは天竜です。さてこれから何が起こりますか。大仁田が天竜に向かっていく、そして天竜といやーどうやら一騎打ちの様子を呈しましたか。大仁田が天竜を捕まえてパイプ椅子のちょうど中央で、おそらくツラプラトンのパイルドライバーで行くんでしょう。ここで来た山田さん、リングの中とはいえ、あれだけ椅子が散在してますと、いやもうマットは関係なくなりますよね。でしょうね、パイルドライバーはでしょうね、いわゆるデコボコ道のようなもので、どの角度にどこが当たるのかが皆目予想できない、すでに血だらけになっている矢口をはじめとしまして、これは大変な戦いになりました、まあおおよそ予想はできたんですがね。今度は天竜のチョップ、浅子を捕まえた格好になりますが、浅子は一体どういう風になるのか。今設営したのは矢口と中巻で、これちょうど机ですが、浅子がそこに叩きつけられる。危ないですね、ちょっと中途半端なだけにかえって膝あたりが痛い、あるいはかかとあたりが痛いかもしれません、さあ大仁田が飛び込んできて天竜との一騎打ちを望む。天竜のパンチに屈しました。浅子が捕まっている。もう一度椅子、ペシャンコですね、浅子選手も相当グロッキー状態ですが大丈夫でしょうか、これは大変なことになりました。一番の出血量はやはり矢口でしょう、ですね、矢口の顔面と言わず頭から相当な血染め、自慢の金髪も赤く染まっている部分が3分の1、大変なことになりました。
今中巻です。中巻もちょっとフラフラしている状況の中で、さあ大仁田と天竜の一騎打ちです。大仁田と天竜の一騎打ち、ロープへ飛ばそうとしちゃった、いけない、これはいけません。うまく、しかしコーナーポストに机がありました。真っ二つですね。はい、天竜がピンチ、天竜がピンチ、大仁田がようやく血を見て本領発揮、エンジン全開です。しかしこうなりますと敵味方が分からなくなるほど、これ朦朧としてくるでしょう、おそらく見えてる視界の中には戦うべき相手がなかなか確認できないかと思いますが、朦朧とした中で最高の今テンションで今6人が戦っています。お客さんも総立ちですね。いやー、今首に巻いたのは有志ロープか、有志鉄線か、これは天竜厳しくなりました。奥村が巻いたのはあれ有志鉄線ですよね、おそらくですね、そして今天竜をホールにしようという大仁田ですが、これは2です、カウント2。有志鉄線をなめんなよ、俺らはな有志鉄線の中でもう何年ももがいてきとるんじゃ、大仁田はこう言っていました。はい、まさに泥の中から這い上がってきた人間の、はい、言葉ですね。ですね、はい、山田さんは最も近いところからそういった戦いを見続けてきた、はい、大仁田のこの戦う魂の底には一体何があるんですか。うん、やっぱりもう敗北からでしょうね、はあはあ、はい、全ては、うん、はい、大仁田天竜というある意味では目的としては共通項のある2人がこうやって血染めになって戦わなくてはいけないんですか。まあ、これも互いを認め合ってこそだと思いますよ、なるほど、はい、いやーこれは大変だ、これは大変だ、ロープが首に挟まって天竜の表情が苦悶の表情に変わりました。あそこのこのロープ首への攻撃に天竜は非常に苦しんだ。今中巻選手、矢口選手、石瀬選手切りましたね。何をするんですか。この辺りは中巻は手慣れたもんです。大仁田の腰にぐるぐると巻きますか。大仁田の一番この体中に有志ロープを巻きつけましたか。大変な痛みを伴います、この有志、有志です、ね、まるで何かイエス・キリストが最後の貼り付けになるような、何かその額にえぐり込むようなですね、はい、茨の冠を今授けました ね大仁田敦史の背中にはこれはエンジェルの羽ではありません、有志鉄線です、有志鉄線です。いいようにいたぶられました。ちょうど今中巻と矢口が面白いように大仁田を地獄の攻めく、そして天竜ラリアットワーク、よく見てましたね大仁田選手、よく見ていました、はい、空を切ってそのまま矢口へ。さあここの中で蘇りますか、邪道生還、大仁田がこの劣勢の中蘇りますか。有志鉄線を巻きつけながら今度は大仁田の攻め、うわ、有志鉄線に何か、ちょっとこの状況じゃ戦うのが厳しいですね、ましてや大仁田はこれ自分で転がれば転がるほど不利でしょう、大変な状況が続いています。そして今大仁田が捕まえたのが矢口、まだ大仁田の背中と言わず腰と言わずお尻と言わずその辺りには有志鉄線です。一方血染めになりました、これが天竜です。さあ天竜と大仁田の両雄がまた対決する構図があるのかどうか。捕まえたのは矢口、大仁田、しかし何か大仁田が本当に水を得た強盗でも言いましょうか ね、はい、まさに自分の庭での戦いぶりを誇示しています。これは矢口は厳しい、これは矢口は厳しい、まあ、大仁田選手もこういう状況になればなるほど、はい、本領発揮できるでしょうね、はい、でしょうね、はい、これは朝子です。場内はすでにご覧のようにこれ総立ちで見てるわけでしょう、大変な状況になりました。そして大仁田、ある意味では大仁田が一体最後のフィニッシュをどう考えてるのかにこれ注目集まってきましたね、はい、大仁田がここで仕留めますか、うん、決まりました、ね、決まりました。大仁田が矢口を捉えて15分57秒タイ固め、有志鉄線もろとも体当たり行きましたね、それにしても凄まじい試合、改めて伺いましょう山田さん、はい、一体大仁田のメッセージは何だったのか。
いや、まだ見えないですね。まだ見えない。はい、次に 何かあるんじゃないでしょうか、うん、なるほどね、はい、今日試合前にあの新日本の長嶋さんが天竜サイドに話があったというのを聞きつけて、はい、大仁田が激怒しました、そして大仁田は試合前に天竜さんよ、この有刺鉄線をなめんなよという言葉がありました、はい、まあ話の筋通り勝ったには勝ったんですが、はい、大仁田のダメージもこれ相当なるもんですね。そうですね、ちょっとこの有刺鉄線が簡単に巻き取れないですね、そうですね。そして大仁田の目の先には一体どんな目標があるのか、大仁田は何を考えて何に向かってこれから走っていくのか、ようやく大仁田が何かマイクを取り上げようとしているのか、いや違う、頭から水をかぶりました。一番近いところにいた山田さん、はい、この大仁田はどんな表情というふうに解釈すればいいんですか。そうですね、満足感いっぱいなんですか、まあ、それとも不満なんですか。いや、不満というのはないと思うんですが、はい、何かをしかし考えてますね。そうですね、はい、これは矢口です。今矢口選手、はい、お前の邪道魂を受け取ったと言いましたね、はい、大仁田の耳にもそれは届いているはず。フラフラになりながら大仁田、背中の邪道はもう血で真っ赤。そして今ご覧のように胸と言わず腹と言わず正面が血染めになった大仁田が何か清めるようにペットボトルの水を浴びています。相変わらずのこれ清水でありますが、こっからが大仁田劇場ですね。そうですね、はい、大仁田が今生還して大仁田劇場が今から始まる。興奮が冷めない観客を前に大仁田が それがお前らの生き方じゃと、うん、はい、今大仁田がマイクパフォーマンスを終えまして観客にたっぷりと時間をかけて答えます、これが俺の生き方じゃ、はい、そしてこれがお前らの生き方じゃ、はい、まあ要するにはい、お前らの、生き方も、はい、否定しない、はい、その代わり、自分の生き方も、否定してくれるなと、うん、はい、大仁田は十人十色という言葉をよく使います、しかしもっと言うならば1万人いれば1万人の方法が、はい、100万人いれば100万人の道があるわけですね。そうですね、はい、俺もその中の一人に過ぎん。さあ大仁田です。山田さん、はい、よく見る光景ではありますが、改めて大仁田とこのファンの一体感はどうですか。いや、本当この日は特に素晴らしかったですね、うん、はい、本当前世以上の盛り上がりを見せてくれましたんで、うん、そうですか、はい、まあ、これからが楽しみですね、大仁田が今ご覧のように観客に水を浴びせながら戻ろうというところでありますが、まさに一体となってますね。本当ですね、何か試合開始前よりも観客のテンションが上がったような、そんな気がしますもんね、はい、さあまた大仁田劇場は続きます。改めてしかし山田さん、はい、私はファンを思う大仁田の気持ちってのは随分伝わってきたと思うんですが、大仁田がどんな道を歩もうとこのファンっていうのは温かく見守ってるんですよ ね、 そうですね、はい、ついてきてくれると思います、
奥までびっしり埋まってる客が帰りませんもんね、はい、そしてこのボノリタの表情を少しでも見よう、近くに寄ってきます。おい、もう一言言ってくれ。天竜さん、天竜さんよ、ありがとうよ。俺は六段の財布、それから一言、俺の同級生に学ばす。この人、高校生は絶対真似すんな。どよめきました。はい、今旬な高校生ネタですね。はい、さてそれでは大分土工業について山田さんからお願いします。はい、次回6月27日、FMW10 周年記念興行と題しまして、はい、全6試合、大分選手は、与田美天竜源一郎選手と、ノーロープ有刺鉄線、ストリートファイトトルネードダブルヘルで激突、はい、その他、高木選手、エキサイティング吉田選手、ルイス・ハニバルと、リベンジマッチ、はい、リーガクス、青柳正史、上田勝次の、格闘家3人が、大仁田敦と対決と、はい、目白押しとなっておりますので、そうですね、はい、楽しみですね、はい、今日の解説は元 FMW リングアナの山田敏弘さんに伺いました。山田さん、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それではこの辺で。今日は情けないけど、やっぱり矢口とね、長巻に有刺鉄線にいたとかどんな感じかとかっていうのを聞いちゃったからね、それも頭になったのかな。ザブッとね、セドメキって危ないっすよって言われたのも、だからバチッとパッと気になったのかな。その気になった自分が情けない。大分が毎日やってんじゃないこの野郎っていう気持ちで今日まで来たんだけどね、この気持ち、この俺の気持ちが今日は自分で甘いね。受け入れたら大丈夫だろ。そうそう、次は俺だね、うちのダブルでやるよ。また天様だ、お願いします。お届けを、ありがとうございました。お疲れ様でした。ちゃんと向かってくれ、お願いします。パートナーだ、ありがとうございました。いやー、おいしょ。インディーだぞ。はい、いじみせろ。はい、おい、何しもないよ。おい、何しもないよ。おい、来とってよ。おい、この会場に来とってよ。おい、挨拶なしか。おい、それがお前ら新日本のやり方か。おい、不幸か。おい、今日人こけんでも人をこけにすんのもいい加減にしてる。おい、おい、おい、そんなに俺が邪魔なら、そんなに俺が邪魔なら殺してくれないじゃないか。リングの中で長州力さんよ、お前らそういう度胸もなくて人の挨拶もせずに自分たちが正道か。そんな正道クソくらい、そんな正道クソくらいで、それを支持するならばプロレスはもう腐ったもんじゃな。おい、新日本プロレス、大分から物申す、
お前ら見下りがあんじゃん。聞くさよ、あんたならどうする。出たら帰ってみる気楽な考えやってんだから自分たちでやってくれよ。ああ、したら俺の好きなようにやらせてもらう。ああ、もちろん。ああ、俺は自由にやらせてもらう。おい、シニアプレイさん、見下りはんじゃ。長島の態度、人間を無視した態度。おい、敵にも挨拶一つ外れろか。それがお前ら新日本のやり方か。おい、これが最後じゃ。おい、一寸の虫の極の魂じゃ。鬼田さん、見下り犯というのはどういう意味ですか。新日とは今後どう戦っていくんですか。今日それをはっきり話してください。見下り犯最後というのは一体どういう意味なんですか。見下りなんか狂気。はい、見下りなんか、はい、諦めることじゃ。お前、相手が取って足らない人間になったらお前から別れるだろうが。彼女と出て一緒だ。そうじゃないか。おい、何を言いたいんじゃ。諦めるというのは本心ですか。諦めるって。最終目標を長州さんと戦うというのは。諦めるって。長州さんと戦うというのは。諦めるって。諦めるんじゃ。おい、諦めるって。諦めるんじゃ。バカにされて、ここまでバカにされて。おい、ここまでバカにされて。おい、何をやろうというんじゃ。長州力というターゲットは鬼田さんにとって最後のエネルギーをかけた戦いだとおっしゃってましたよね。それをやめるとはとても思いません。諦めるとは信じられません。ファンはみんな長野との合体、ムタとの戦い、そして長州さんとの戦い、全部期待してるんじゃないですか。バカにされてるか。人間として、人間としてコケにされてるか。永遠の目標なら、鬼田さんなら絶対新日にまた上がると思います。本当に諦めるわけじゃないですよね。Thank you.
向かって悪いのか。俺より弱いやつが俺の真正面に来て ビビってたやつが俺に意見してあげやがった。臭いと言われようとこの勇気だけは買ってやれ。失うなよ。おい、信念ぶれさんよ。人間を見失うなよ。